いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。日刊のラコラ頑張る人やっていきたいと思います。本日はガチあさりザトーマーケットですね、やっていきたいと思います。本日のワンポイントアドバイス、缶切りが発明されたのは缶詰が発売されてから48年、その例までどうされてたんでしょうか。私は3つのね説を提唱いたしました。1個目、昔は指の力が強くて缶切りがなくても開けれた説。はい。で、2つ目、缶詰の賞味期限が50年でギリギリ間に合った説。3つ目、作ったはいいものの誰も開けることができなかった説。これをね提唱していきたいんですよね。皆さんはどれだと思いますか？コメントいただけると嬉しいです。はい。まあそれ以外の説ももちろん登場してもいいんですけども、3つの説の中のどれかなっていうところは気になりますね。まあ正解はないかもしれないけど、どうしたんでしょうね。でも実際に缶詰が先か缶切りが先か、まあ間違いなく缶切りの方が後ですよね。缶詰がないと缶切りって多分発明されようがないと思うんで、こんなものができるであろうって言って缶切りをもし作った人がいたんであれば、それを多分世の中的には天才と言うんでしょうね。はい。おっつ、オッケー、オッケー、外してんじゃねえよマジで本当によ。外してんじゃねえよマジで。やはりね縛ることにしたんですよ私。はい。やっぱこのなんていうんですかね、愛着湧いてるんで、愛着って言葉が合ってるかわかんないですけど、このアサリ投げない縛りに愛着が湧いてて、ちょっとこう簡単に手放せない状況になってるんですよね。だからちょっと縛りは継続していきたいなと。もうだから見納めですよ、私がアサリを投げるっていう瞬間はおそらく見納めであろうと思いますんで、あの動画永久保存版マイリスト不可避ってことですね。はい。あー、全然解説しようと思ったけどできてねえわ。あ、なんかパカパカしたらさ、あれなんでしょう、あのパカパカったらさ、あれなんだよな、あのジャストガードできるんだよな。何回も傘壊れることなくガードできるんじゃなくて、あれそれ卑怯だよな。そしたらもうローラー振ってる間無敵にしろよマジで。一回振り上げたら無敵、死ぬことはない。そうすればまあ往年のローラーファンたちも納得ですよマジで。振り上げてる時無敵だからな。そしたらまあ傘不要説が出てきますからね、うん、別に守れなくてもいいよ、なぜなら無敵だからな、うん、あら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 、下手くそ。わ、なんかこっちいい感じなのに全然入らねえな。いや、それ無理に壊したところでなんですよね、多分。後発がないんですよ。ジェネリック医薬品が出来上がらないと、それでは。ノージェニックですね、はい。ノージェニック。まさに。あれ、ジェネリック医薬品ってさ、なんかその、もうすでにあるさ、薬のな、成分をさ、あれだよね、真似て作るから実際大丈夫でしょうみたいなことであってさ、大丈夫ではないって知ってました？当然だけど、その似せて作ってるから、それその元入ってなかったものが悪さする可能性もあるということなんですよね。あれ危険ですよね。あれなんかあの CM でジェネリック使おうみたいになってさ、うわ終わった。え、ちょ、なんで止まんないのこんなん。え、え、ちょっと待って、ジェネリック医薬品の話をしたからか、これは。もしかしてジェネリックからの、ジェネリック界からの、これはそれなのかっていう感じで終わっちゃいましたけど。くそ、マジかよ。いい感じだったらなんでこんな負け方すんの、意味がわかんないんだけど、マジで謎。外国のやつだろ絶対、あの二人チーム外国のせいじゃん。いや、そうでもなかったわ、いい感じじゃなかった。
後半ダメだったんでしょうね。ちょっと今名前を見てたんですけど、マッチングのみかんという名前がありました。決してね、あってはいけないと。夏といえばスイカだろうと。そこを間違ってるようであれば、ちょっと味方には来てほしくないなっていうところで敵に行きました。これは夏の果物、夏の果物はみかんじゃないということを、まあ、決める熱い戦いとなっておりますね。はい。いや、今の外すのが痛いんだって。開幕3キルできたのに。うわぁ。俺が2キルしても結局3体死んでるから、トントンと。トントンも余かマイナスという感じですね。はい。え？そっちに効く？ジェネリック的な？風に効くと思ったら、いや、ちょっと死にすぎだろ。爆散しすぎだろ。どうなんねえな、これもう。無理だわ。俺がキル取るスピードよりも、その、デスする、味方がデスするスピードが上回ってるわけで、どうしようもないな、これ。無理だ、これ。よしよし。北斎にやられてんでしょ？うん。俺が北斎片付けたから、あとはもう、みんなやる番だよ。うん。お前らが頑張る番よ、こっからは。いや、死にすぎだろ、マジで。意味がわからん、本当に。いや、もう無理。これは無理だろ。意味がわからん。すごいな。お前らのその、みかんを勝たせたい意志だけは伝わってきた。しかし、俺はスイカだと。夏といえばスイカだろうっていう。この熱い気持ちだけは誰にも止められない。うまっ。一級品だな、俺の盾振りは。さっき外してたけど。やられたじゃねえんだよ。少しは自分で何とかしろよ、お前。小学生かよ、お前は。無理だ。もう。小学生かよ。人の、何でも人のせいにしてさ。小学生の偏見がすごすぎるか、ちょっと。全国の小学生に怒られる可能性がある、マジで。小学生はみんなそうではないと。もう無理だろう、これは。もう無理だと思う。もう無理だと俺は思っている。無理だろう。ほら、投げろ、お前。この野郎。俺は持っていかないぞ。いやー。奥さんにやられすぎだろ。いや、もう無理なんだけど、マジで。これ勝てないっす。うん。夏休みだ、これは間違いない。完全夏休みと、夏休みのキッズ対、ニート、これ、ニートの構図。いや、俺ニートじゃないけど、まあ、そこに社会人が混じってしまったと。とても辛い状況を今、皆さんに見せています。はい。とても辛いですよ、この状況。ちょっと待って、マジ北斎嫌だ。なんでこっちに来んだよ、お前。おかしいだろ、マジで。それはおかしいだろ、明らかに。うますぎウーマンじゃない、これ。うますぎウーマンじゃない。ちょっとどうしよう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 。ああ、俺がこうしてる間にも、俺がこうしてる間にも、アフリカでは1分が60秒で過ぎていますと。そういう感じですかね。はい。厳しいな。うわ、やべ。あ、終わったかも、これ。終わったんじゃね。はいはいはい。いやー、もう無理やろ、これ。だってなんかさ、2体とか3体やったとしても、こっちすぐ死ぬもんだって。すぐ死ぬもん。すぐ死ぬもん。お前が輝くときはナイス球を上に宙に放り投げてるときだけじゃねえかよ。
カモンじゃねえ。やべ、ほらほら放り投げろお前ら、お前ら。あうわ、みかんに、そして最後とどめを刺されると。夏だからといって俺はみかんだというような結末にフラグを立てた形になってしまいました。いや、あと一歩で OK 超えるんだけど、超えれずにもうこれ終わりそうですね。ちょっと、はい、夏の洗礼を受けておりますね。完全に厳しいと言ったところではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。